されたくないんだったらもっとあの必死にアピールするはずなんだけど、全然動揺してることをみんなに突っ込まれて、うん、それ以上のなんか、うん、市民にとって必要だっていう情報が一つも得られなかったんで、もう北村さんも怪しかったけど、北村さんは占い師っていうんだったらとりあえず残しましょうっていう理論でハリーです。そのハリーさん、そして小木さんが追放したい人物はこの方です。はい、まあでもなんかやっぱ俺のセオリーの中だと最初に言うのがなんか裏切り者っていうなんかイメージがあったんですよね。僕も裏切り者のイメージありましたね。一番最初を見て決まったっていう時に、その何かもうこれ絶対やってみせるぜっていうような空気を感じたんで。やってみせるぜ。今度は北村さん、そして神保さんが追放したい人物はこの方です。こっから来る新しい理由。いやもう全然何にもなかったんですけど、はい、そのね、鳴りを潜めてるというか、うん、気配を消してたんですよ、ずっとね。だからちょっと怪しいなと。なるほど。北村さんは杉山さんを占えばいい立場なんで、うんうん、だからちょっとまあ散らしてみようかなと。では中村さん、伊藤さん、矢作さん、加納さん、一斉に見てみましょう。いやいや、おかしいでしょ。というわけで1日目の朝に追放されるのはハリーさんに決定しました。間違いだよ、間違いだよ。いやまあそうなるよね。